週間の天気をお伝えします。北日本や北陸エリア、こちらは雪の降り方、注意が必要となりそうです。この先もお天気の変化にはお気をつけください。また、雨による雪解けする時もありそうです。路面状況の悪化に注意が必要となりますね。一方で、太平洋側の地域、関東などですと晴れる日はありますが、19日から20日頃にかけては雲が発生しやすく、弱い雨や雪の可能性があります。こちらも最新情報をご確認ください。そして気温は例年1月後半から2月前半にかけては1年の中で最も寒い時期となります。この先は全国的に真冬の寒さとなる日が多い予想です。体調管理に気をつけてお過ごしください。最新の気象情報、週間の天気はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。ご活用ください。